女の人が。主様、どこに。よろしくお願いします、主様。子供が服にこぼしてしまったんですが。あ、でしたらこちらをお使いください。そのくらいの汚れでしたら、これをこうしてこうやって染み抜きをしておけば跡が残らないで済むと思いますよ。主様、どうかなさいましたか。そんなこともあろうかと砂糖は買っておいたので、まだ当分は大丈夫ですよ。いつ何が起きてもいいようにいろいろと準備をしているんですよ。そんな大したことでも。主様、指を怪我してるじゃないですか。それなら早く言ってくださればよかったのに。何を隠そう、この包帯、誰かが怪我をした時のためにあるんです。では少々お時間をいただきまして。しましたか。取らないと主様の指に負けませんよ。特には。そんなことはないですよ。
主様は私の運命の人なんですから、これくらいは当然なんです。出会いをして結ばれるとびっきり幸せなお話なんです。運命の出会いをした二人は互いに惹かれ合い、晩餐会で踊ったり、二人で一緒の白馬に乗って甘い雰囲気の中相引きするんです。素敵です。それに最近はこのお話を読んでいると、主様との出会いを思い出して、胸がキューってするんです。あれも本当に運命的でした。あれは運命ですよ。ほら、よーく思い出してください。いけない。遅刻遅刻。待ち合わせに遅れちゃいます。すまない、お嬢さん、怪我はなかったかい？はい、大丈夫です。おっと、もしかしてこれを探してるのかな。それ私が加えてた食パン。ははは、君はそぞっかしいんだね。だがこのパン実に美味しそうだ。もぐもぐ。ちょっと。すまない、お腹が空いていたんだ。代わりと言ってはなんだが、この靴を履いてくれないか。これってガラスの靴？嘘、私にぴったりです。やはりそうか。目と目が合った瞬間ズキュッときたよ。君こそ僕が探していたプリンセスなんだね。プリンセス？そうさ、何を隠そう、この僕はこの国の王子。靴がぴったりな子をお嫁さんにしようと探していたんだ。じゃあこれから。もちろん僕と結婚するんだよ。それとも嫌かい？あの急すぎて。でも不思議と嫌じゃないです。それこそが運命の証拠さ。ホワイトホースカムヒア。さあ共に城へ行こう、お嬢さん。いや、プリンセス。はい、王子様。という感じでしたよね。今思い出しても運命、ディスティニーです。はい、これくらい素敵だったんです。ちょっぴり脚色はしましたけど。でもそれくらい主様は素敵なんです。これからもずっとおそばにいたいです。仲はいいのですけど、さっきと同じようなことを話していたら、みんないつの間にかいなくなっちゃったんです。何か用事があったのでしょうか。でも私にも一番のお友達がいるんです。今度その子のことをお話ししますね。あ、主様、今
今は休憩中なんです。朝からずっと働いてるんだから休んできなさいと七花様が。私はまだまだ大丈夫なんですけど。今からでも戻って。いえ、それで何をお話ししましょうか。お友達ですか。石田切り込み正宗様のことですね。どんなに予想外の事態に陥っていても安心して背中を任せられる、そんな運命の友情で結ばれた三剣です。お付き合いも長くて一度は離れ離れになったのですけど、お花見中でまた再会することができまして。その通りです。主様は運命の王子様で、石田切り込み様は運命のお友達。三人揃ったらきっと最強です。そんなことないですよ。三人ならこんな逆境でも。申し訳ない、拙者がいたばかりに。そんなことないです。石田切り込み様、最後まで頑張り。大丈夫かい二人とも。主、来てくださったのですね。主様、可愛いお姫様たちのためなら僕はどこにでも駆けつけるよ。さあ、僕のお姫様たちを傷つけたお礼をしないとね。鶴が、石田、君たちの思いを僕に注いでくれ。どういうことですか？説明は後だよ。僕を信じて。わかりました。こうですか？出し惜しみはなしだ。感じるよ、君たちの思いを。今こそ真の姿を取り戻す時だ。あ、主様があんなに大きく、背中から羽が生えてまるで天使様です。喰らえ、魔を打ち払う運命の閃光、ディスティニーシャイニング主様アタック。素敵です。やっぱり3人揃えば絶対最強、無敵なんですね。ないんでしたっけ。あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。休憩はしなくても大丈夫かなって思ってましたけど、こうして主様とお話ししたら心も体も休まって本当に良かったなって思いました。ありがとうございます、主様って。あ、そろそろお仕事に戻らないといけない時間です。ではでは、運命の主様のために頑張ってきます。ですよ。それにこうして二人きりで歩いているとちょっとだけ合いびきみたいですし。あ、ということはこのまま豪華なお城に入って晩餐会。はい、そして二人でダンスを踊って。え、いいんですか？
すみません、あまり見ないでください。嬉しすぎて顔も熱くて、恥ずかしいです。はい、異国風のお店で絵本から抜け出してきたみたいで、本当に素敵なお店があるんです。ありがとうございます。今日はおとぎ話みたいな素敵な日になりそうです。こっちです、主様。膝も真っ黒に。でも大丈夫です。こんなこともあろうかとハンカチがあります。ハンカチが。大丈夫です。ハンカチなんてなくても軽く払えば平気です。ほら、汚れなんてすぐ取れちゃうのです。今日はおとぎ話みたいな素敵な一日、これくらいで崩れたり。できませんでしたけど、これくらい。ここを曲がればお店ですから、行きましょう。そんな定休日、こんな運命、こんな運命あんまりです。せっかく童話みたいな素敵な一日が過ごせると思ったのに。机ですか？危なかったので応急的に補強しておきましたが、ちゃんと交換が必要かもしれませんね。あ、もう七卓にはお冷やを運んでおきましたから、そんなに焦らなくても大丈夫ですよ。ご来店どうもありがとうございます。またのお越しをお待ちしております。さて、掃除はこんなところですかね。と思ったら黒猫さんですか。こんなこともあろうかと、猫じゃらしです。これで前は横切らせません。しまいました。これはまさか、また不吉なことが。
主様が白馬にまたがって。お嬢さん、いつもの主様？じゃあこれは現実です？聞いてもいいですか？このままだと町を一周して明治館に戻ってしまうと思うんですが。私はどうすれば。仲間の皆様と一緒ならどんな困難にも立ち向かえるんですね。王子様、私をどこまでも連れて行ってほしいです。